ロバート・ダグラス・トーマス・パティンソンは、イギリスの俳優、モデル、歌手、イングランド・ロンドン出身。父親のリチャードは、クラシックカーの輸入業。母親のクレアは、モデル事務所で働いていた。姉がいる。12歳の時に一定期間の間だけモデルをしていた、ことがある。15歳の時に、アマチュア劇団、バーンズ・シアターグループの一員として、本格的に演劇を始める。 2004年にテレビ映画ニーベルングの指輪でデビュー。同年公開の悪女に出演したが、劇場版では出演シーンがカットとなってしまった。翌年公開のハリー・ポッターと炎のゴブレットのセドリック・ディ・ゴリー役で注目を集める。2008年公開のトワイライト初恋で主人公ベラスワンの恋人エドワード・カレン役でブレイクした。トワイライト初恋においては、 サム・ブラッドリーと共作してロバートが歌ったネバーシンクという楽曲が挿入歌として使用されており曲はサウンドトラックに収録されているトワイライトシリーズでは前作にわたってエドワード・カレン役を演じている2009年には第81回アカデミー賞のプレゼンターを務め同年公開の天才画家ダリアイト劇場の青春では画家のサルバドール・ダリを演じた 2017年2015年公開のディーン君がいた瞬間ではジェームズ・ディーンを撮影したカメラマンデニス・ストックを演じ2017年公開に主演したグッドタイムでは監督であるベンサ・フディと劇中の役柄と同じニューヨーク最下層の兄弟になりきって語り合うなど役作りをして挑んだ2020年に クリストファー・ノーラン監督による国際的なスパイの世界を舞台にしたアクション対策、テネット・テネットに出演。2022年3月公開予定のマット・リーブス監督によるザ・バットマンでは主演のブルース・ウェイン、バットマン役に抜擢された。2010年7月ニューヨーク・マガジンによると映画トワイライトシリーズで一役トップスターになったロバートだがその出演量も 破格の額に上がっているという。ロバートは、トワイライトの最終章の、トワイライトサーガブレイキングドーンパート1と、トワイライトサーガブレイキングドーンパート2の2部作で、それぞれ2500万ドルの出演料が約束されており、作品がヒットすれば、さらにプラス1600万ドルを手にすることになるという。ハリウッドにおいて2000万ドル以上の出演料を手に、 するのは、ウィル・スミスやトム・クルーズなどの永久リスト俳優と呼ばれる一握りの人物に限られており、若手俳優としては異例である。2010年11月、エイヒート・マガジンが最もリッチな30歳以下のイギリス人スターランキングを発表し、ロバートは推定総資産額1850万ポンドで5位にランクインした。ちなみにこのランキングの上位5位はシンガーではなく、 映画俳優が独占した。2011年5月、イギリスの30歳未満の億万長者リストが発表され、ロバート・パティンソンは総資産額は3200万ポンドで、昨年の14位から8位に大幅に順位を上げた。2011年6月、経済誌ホーブスが最も稼いでいる30歳未満のセレブを発表し、2010年の5月からの1年間で2000万ドル、 火星で15位にランクインした。このランキングのトップ20はミュージシャンとスポーツ選手が占めており、俳優はロバートとクリステン・スチュワートだけだった。趣味は音楽の演奏でギターとキーボードが得意だという。2009年、エイズのチャリティーイベントのためにロバートの方にキスをできる権利をオークションにかけ、2人がそれぞれ2万ユーロで落札したという。 2010年12月 CHARITYBUZZ.com によるとロバートは世界中の恵まれない子供たちを救うチャリティ団体 GO キャンペーンに寄付するために映画トワイライトシリーズの第4弾となるトワイライトサーガブレイキングドーンの撮影地を見学する権利をオークションにかけ32,500ドルで落札されたというプランの内容は オークションの落札者とゲスト3人に対し、2011年の2月から4月、中旬の間に、カナダのバンクーバーで行われる、トワイライトサーが、ブレイキングドーンの撮影現場を1日見学し、出演者のクリステン・スチュワート、テイラー・ロートナー、ダコダ・ファニングと面会する機会を与えるとともに、フォーシーズンホテルに2泊し、VIP リムジンでホテルと撮影現場を送迎するという、 映画、トワイライトシリーズで共演した女優、クリステン・スチュワートと交際していたことが有名で、ファンは二人の名前を合わせて、ロブステンと呼んでいた。報道当初は否定していたが、2010年2月に、ロバート本人が認めた。トワイライトの撮影時はクリステンが17歳で、交際を禁止されていたため、正式に付き合い出したのは、ニュームーン撮影中の2009年夏頃である。 2010年10月、トワイライトの最終章の撮影地であるニューオリンズで撮影のためにクリステンと共に月5000ドルの家を借りた。関係者はクリステンは試験的結婚みたいねとジョークを言っていますとコメントしている。2012年にクリステン・スチュワートとクリステンが出演した映画スノー・ホワイトの監督ルパート・サンダースとの浮気報道後破局。 その後復縁したが再度破局。過去に女優のカミーラベルと交際していたことがあると報道されていたが、ロバート本人が交際の噂を否定している。2014年よりシンガーソングライターの FKA ツイグスと交際を始め2015年に婚約したが2017年に破局し婚約も破棄した。ありがとうございます。